人で開くというのとなので、ちょっと押されておりますけど、頑張っていきたいと思っております。私が今回これにご提案させていただくのは、料理自慢の人たちの、モッテリを作りたいということが、ご提案の一つです。で今までなかなかお勤めというか会社に勤めていることで分かりづらかったりした人たちがやっぱり自立することが一番個人個人が生き方を生きられると思いましたのでこういうような標語型のカフェテリアを作ってご案内します。でこのカフェテリアの基本になるのは創業中から基本とした飲食の提供とそれから総店内で流通するプレミア付きの通貨券システムでカフェテリアを運営したいと思っております。一応これから立ち上げることなのでいろいろと探したりとか人を募集したりとか共同で働いていただくというか協力したい人たちを募集しておりますのでぜひ何かそういうご希望のある方がありましたらお話しいただけると大変ありがたいと思っております。で場所はですね一応千代田区か中央区のオフィス街を基本の場所として考えておきましてできればオフィスに勤めている女性ですとかそれから健康に不安を感じている男性たちの食事を提供できればいいだろうと思っております。で今いろいろな食材が出ておりますのでマクロビアスに固執しないで私今考えているのは5食のこの出ました5食のお値段さんが基本になっているんですけどもそれ以外にスープですとか、それとかスムージーですとか、そういうようなものも使用できる方がいらっしゃれば、詳細が広くなると思っておりますので、ぜひご協力いただける方がありましたらよろしくお願いいたします。ちょっと早いですけど、ご了承します。